赤くなってるんか。こんばんは。寒い。こんばんは。メガネです。今日はメガネ。もう今日は一回もメイクしてないんです。朝起きてからもずっとメイクしてないの。今日はずっとすっぴん。今日は1億人にバズるの放送日です。あと30分ぐらいかな。9時から放送なので皆さんぜひご覧ください。なんかここ赤いね。なんだろう。どう入ってます。これどいりです。ちゃんと目悪いから最近どいりです。1億人にバズるぜひご覧ください。ワクワクだね。ワクワク。なんでだろう、なんでここ赤いんだ。まあいいよ。寒い。今日はね学力テストらしいのでちょっと楽しみです。見るのが。トウモロコシさん、クッキーたくさんありがとうございます。ルパーさん、アミちゃんありがとう。クッキーもありがとう。クマさんかわいい、ありがとう。クッキーもありがとう。ロブさん、クッキーありがとう。イベント参加してないです。参加してない。普通に配信してます。学力テストね。まあ自分はねその場にいた人なんでね。でも面白いと思います。結構面白いんじゃないでしょうか。寒いよね。いやもうめっちゃ寒いです。今日激寒。でもほとんど雪は残ってないです。こっちはほとんど雪残ってなくて、そう結構もう溶けてきちゃいましたね。まさぴょんさん、数学0点のリエチェル覚えて。いや数学はね確かに模試は0点でしたけど、模試はね学校の模試はね0点でしたね。でもやっぱ苦手ですね。数学苦手だった。あの3期の学力テストやったけど、やっぱ数学ねあんまりあのうまくいった気がしない。あんまり良くない気がします数学。でも D0 点だったのに、なんかあの20番下に20人ぐらいいたのね。学校結構大きな学校だったんですけど、下に20人ぐらいいたから、あれ10の人が20人ぐらいいたんだろうなって思って。そう、リエの学校はすごい素敵な学校なので、いつかねみんなにもっと学校の話をねしたいなと思うんだけどね。
めっちゃいい学校でした。大好き。人もみんな優しかったし、学校も大好きでした。アソビオさん、大好きなチョコのハートたくさん、たくさん大好きなチョコハートありがとう。大好き、ありがとう。ハートハートハートありがとう、アソビオさん。大好き、ありがとうございます。ハートを作りたいんだけど、大好きのハート、お。いい感じ。寺井さん、メガチ、メガチやばいね。リエチじゃなくてメガネのリエチ、略してメガチ。メガチ好きですか？嬉しい。ちょっとメガネ好きな人多いよね、結構。じゃあちょっとメガネいっぱいかけちゃおうかな、これからは。メガチです。ソンジさん、昔の学校、そう、昔っていうか、そう、シティ入るまで通ってた学校ですね。めっちゃいい学校でした、本当に。もう今あの高校受験悩んでるんですよねみたいな人がいたら、本当におすすめしてあげたいぐらいいい学校です。パンさん、クッキーたくさんありがとう。クッキーたくさんありがとうございます。バレンタインありがとう。バレンタインです、かわいい。同時視聴配信、いや今日は同時視聴しないです。ちょっとね、今日はママと一緒に見ると思うからしないですね。一瞬髪の目が真面目。違いますよ、これはおぱんちゅうさぎです。おぱんちゅうはね、なんか別に好きじゃないんだけど、妹がおぱんちゅうさぎの持ってたのでゲットしました。借りてます、妹に。さん、テストのために埼玉に戻ってなかった県内転校さん、あ、そうです、今テストで戻ってきてます、埼玉に。そうだよ、広島の通信じゃないからさ、大きいテストがあるときはこっちに戻ってこないといけない。なんて言えばいいんだろう、広島にもあるんだけど、スクーリングは広島でやるんですけど、大きいテストはこっちの方でやらないといけなくて、ちょっと複雑なんです。そう、まあでもこのテストでもうラストだからね、本当に。あとはもう卒業式ぐらいしかイベントがなくて、もう高校3年生は体育祭も文化祭もなかったのでちょっと寂しいんですよね。まあそんなもん、通信だからそんなもんなんですけど、ちょっと寂しいですね。
んさん、クッキーありがとう。ありがとうございます。バレンタインクッキーありがとう。サンリオはお茶っ子が好きです。私お茶っ子が好きです。ワンコラン、ちょっとうちのワンコに似てるんですよね。だから好きです。うん、ポチャマが好きです。ではなんか今日唇の色茶色いな、茶色とかなんか暗い色してる。なんでだろう、ちょっとリップだけ塗ろうかな。追試が待ってる。追試は多分ないから大丈夫だけど、危ないね。ハングドンも好きですよ。サンリオね。てか妹が、妹がハングドン好きなんですよ。だからでは、あの広島に行く前かな。荷物にハンギョドンのサンリオくじ引いてあげた、引かせてあげた。あとハンギョドンの髪の毛の櫛を送りました、妹に。ルパンさん、クッキーありがとうございます。バレンタインカードファンレターのことかな。ありがとうございます。広島戻ったら確認しに行きます。今日マックで、あやちゃん今日マックで夜ご飯がいいの。マック、そのシェイさん、いもちの話し会参加したい。いもちの話し会、じゃあいもちがいつかアイドルになったら言ってあげてください。アイドルになったら言ってあげてください。そっか、マックか、いいな。なんかあのバタースコッチパイ今あるじゃないですか、めっちゃ食べたいよね。なんかキャラメルみたいな味がするって言ってて、じゃあ気になってるんですけど、食べてみたい、バタースコッチパイ。猫さん、ポンポンプリンしか、ポンポンプリンかわいいよね。かわいい、ゲーム一時期ハマってました、一時期。たまにパパさん、今日も昨日の残りのおでんでした。いいな、おでん。ちょっとちくわぶ、せっかくこっち戻ってきたのにちくわぶまだ食べてなくって、食べないとちょっと明日にでも食べようと思います。こっちにいる間に食べよう。と思います。片目市民さん、メガドンキホーテ行ってきます。だってどこのですか、メガ。いもちぜひアイドルね。いやでも興味あると思うよ、興味はあると思いますけど、アイドルなんかなんかでも興味あると思います。美味しいんだ、めっちゃ気になる。しけましんさん、今日はおでんパイ、そうなの、いいな。ちょっと家もおでん食べたい、本当に。おでんそろそろ食べたいなって。ピオさん、クッキーありがとうございます。よし、ヤキさん結婚して、じゃあ、です、元気になったら結婚してあげます。
パイは車の中では食べないでください。なんでこぼれちゃうのかな。めっちゃ気になります。バタースコッチパイ食べてみたい。ニューポン買ったり買う。え、そうなんですか。知らんかった。え、バタースコッチパイですか。めっちゃ美味しそうなんだよね。キャラメルみたいな感じ、キャラメルみたいな味するらしくて、めっちゃ美味しそうだなって気になってます。まだ食べたことない。でも期間限定らしいから、ちょっとねいつか食べたいんですけど。うん、期間限定気になる。期間限定って魅力的よね。期間限定は魅力的です。しけむしさん、ブーケありがとうございます。おはようございます。元気さん、バラありがとう。ヤワカさん、アメちゃんありがとうございます。アメちゃんありがとう。マクドナルドありましたからって。あ、そうなんだ。ロッテリア行ったことあるかな。でなんかない気がするんだけど、ロッテリアってあんま見なくない？見かけないかも。あんまり話し会もある意味期間限定なんで、できるだけ参加したいと思う。確かにね、確かにお話し会もそうね。そのシングルの間って考えるとね、確かに期間限定だよね。じゃあ皆さん、話し会も期間限定なのでぜひお待ちしております。期間限定は見逃さないように。ね、そうだよね。確かにいいセリフや。いい言葉です本当に。お話し会も期間限定。大宮公園のとこにあったのなくなっちゃったね。そうなんだ。全然ロッテリア見かけたことないです。いえ、本当にモスか、うん、モスかマックかぐらい。ロッテリア見かけたことない気がするんだけど、いや、わかんないけどね。あんまり見かけないね、ロッテリア。海浜幕張にロッテリアあったの。そうなんだ。ちょっと行ってみたいわ。行ったことないと思う、多分。今まで生まれてきて一度も。バーキンはあります。え、なんかね、リオの友達は、バーガーキングをバーキンって略すんですよ。
だから D もあバーキンって言うんかって思ってバーキンバーキンって言ってたんです。そしたらあの広島の本通りにもバーガーキングがあるんですけど、それでバーキンって言ったらなんかえバーキンって言うのみたいな感じで誰かに誰だっけ、でもその3期の子に言われて、それだからなんか略し方が他にもあるんかなってなんかね、みんなはなんて言うんだろうって思ってふふふ。高田市民さんは帰りであることを楽しみに毎日精進しています。そうなの、ありがとう。本当にゲームを頑張ります。早く会いたいし、いっぱいお話ししたんで、一日一日を大切に生きていきます。ごめんよくわかんないアイドルの期間限定、確かにね、いや確かにそうじゃん、確かにアイドルも期間限定だよね。そう、たい焼き屋さんのところらへん、なんかさあのたい焼き屋さんさ結構観光地とか行くとどこにでもあるじゃないですか。でもどこにでもあるって分かってんのになんか買っちゃうんだよねね、なんでだろうね、本当にどこにでもあるのにさ。だって京都行った時も見かけましたし、大阪行った時も見かけたよあれ。だから本当にどこにでもあると思うのになんか買っちゃうんですよねね、たい焼きね、そうね、みんな広島で遊ぶとかお出かけするってなったらどこに行くんですか。本通り以外あんまり分からんのよね。あとこの前ミンポンと映画館行きましたね。あ、そう、宮島、そうだね、宮島も行きました。宮島よ、割と行ってる気がする。そうだよね、本通り宮島よね。そうなのよね、そう毎回割と行くところが一緒になって本通りが分かりません。なんか本通り、な、本通りはなんか市内にあるなんかすごいなんかいろいろお店が集まってる通りなんですけど、あ、アウトレットも一回行きましたね。ママと前一緒に行ったんで、ね、アウトレットも一回行きました。あそこのアウトレット映画館あるよね。パルコでよくメンバー目撃情報ある。いやでもほんとそうよね、だってリエも行ったら先輩とか3期とかいっぱい会うもん。なんか行くたびに誰かと会ってる気がする。前誰と行ったんだっけ、なんか誰と行ったんだろう、ひーちゃんかな、ひーちゃんとパルコ行ったらユーナとユイナに会いました尾道とか、尾道は普通に遊びに行ったことはないんですよね。でも有名じゃないですか、だからいつかで、ミーポンとミーポンに尾道行きたいって言ったんだけど断られちゃった、尾道は嫌みたいあ、本当だ、10時になった、10時じゃない、9時になった、忘れ始まりますね。そうね、業務スーパーも業務スーパーもよく行きます。業務よく行く、スーパー巡りはしますね。ちょっと待って、なんか D だけ見れないんですけどなんでみんな見れてんの、なんか D 見れないんだけど、
あ、見れた見れた。今日配信しながら見ない予定だったけどさ、ちょっとこうやって始まると見たくなっちゃうんですよね。リアタイ、いやでも今日はしません、リアタイはしません、ごめんなさい、しないです。ちょっとあとで一緒にママと見るので今日はリアタイしないです。リアタイはしないです。じゃあみんな、じゃあ広島は、じゃあ広島で遊ぶなら、で本通りか、まあ本通りか宮島か、あの映画館ぐらいでしょ。関東で遊ぶってなったらどこに行くんですか。神奈川、千葉、埼玉、東京らへんだったらみんなどこに行くんですか。なんかいつもお洋服屋さん行くか、可愛いカフェ巡るかぐらいしかしてないから、なんか違う遊びが。たいけど浅草もよく行きますね。浅草ね、行きます。着物着てよく行ったわ。横浜、確かに横浜よね。赤間、渋谷、池袋、新宿、うんうんうん、関東幕張で話して終わります。いやせっかくなら関東を楽しんでいってくださいって感じだけど。秋葉ね、秋葉この前いつだっけ、5月ぐらいに行った気がする。あ、5月、6月、それぐらいに行きましたね。ラーメン食べて帰りました。浅草いいよね。でも浅草好きです、よく行きます。せっかくねこっち帰ってきてる時はね、いっぱいお出かけしたいなと思うんですけど、意外といつも家で犬と一緒にいちゃうんだよね。なんか本通りはさ、別にすっぴんでもいける気分だけどさ、でもじゃあラフォーレ行きますとかさ、ルミネ行きますってなったらさ、すっぴんじゃいけんよね、なんか。わかりますかこの気持ち。石川真さん、クッキーありがとうございます。ハッピーバレンタイン。ゆっくり
そうね、確かに。いやでも全然バタ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 してないです。本当に暇人ですから。暇人ですよ、いつでも。もう年中無休で暇人です。でもなんか暇だからいろいろ暇だからいろいろ悩んでしまうらしいです。忙しかったら悩む暇もないらしいです。だから暇なのは本当に良くないこと。暇だとなんかね、暇なのって幸せだけど、あの頭がマイナスにいっちゃうんで。もう暇な時間を作らんぐらい毎日もういつでも配信してたいよね。そう、学生だけどさ、結局通信だからね、暇っちゃ暇なんですよね。勉強もね、そんなめっちゃ普通の定時みたいにさ、定時天日みたいに毎日小テストがありますとか言ってないしね。暇な時間欲しいよ。いやでも本当にそれぐらいのマインドリズム生きていきたいです。暇がねなくなればいいよね。なんか始めようかな、新しいこと。レッスン続く日も結構あるけど、レッスン続く日もあるけど、あでも11時間レッスンとかない限り割と暇よね。午前中は空いてるって考えたらね。でも本当にそういう生活に慣れちゃったから、もう時間の使い方がおかしい。ほとんど時間の使い方がほとんど睡眠に当たってる気がして。そんな悲しいことだね。悲しいことだけど、まあまあまあ現実はそんなもんです。みんな最近ジム行って、そうだね、行ってるね。ゲームをキックボクシング始めた。そう、なんかね、そういう新しい楽しみを見つけたいなって思います。やっぱ英検準一取るかな、迷う本当に。でも2級取った時さ、塾入ってたからさ、塾なしでさ準一取れる気がしないしさ、朝に寝始める。いや本当に結構あるあるよね。本当にゲーム最近本当におかしいんですよ。なんかもう3時とかになって、あもう時間やばい、そろそろ寝ようかなって思って、眠くないけど強制的に寝かせるみたいな感じるから、本当に良くないと思う。だって今まではさ、もう明日学校だからってさ、日付変わる前には寝るのが普通じゃないですか。だけどね、なんかそうじゃなくなってきた。おかしい、本当に生活習慣戻さないといけない。
確かに美容関係のやつね、いいね。それは確かにいいのかもしれない。ね、そうママにも言われた。そうママにねめっちゃ言われる。そういう資格とか勉強したら言われます。一向に始めないんだけどね。0時まで配信できるようになったらさらに遅くなりそう。いや本当にね、それはめっちゃ思います。先輩に相談しましょう。いや本当にね、なんか先輩に相談したいこといっぱいあるけどさ、その連絡先が交換できないじゃないですか、先輩と研究生は。そうだからなんか、あーめっちゃなんか悩んでるみたいな時にさ、先輩どうやってこれを乗り越えてきたんだろうって思ってもさ、相談できないよね。正規生になったら交換していいんですかね、連絡先ってね。遅くても1時に寝ないと翌日、いや本当にそうよね。ちょっと待って、なんかさっきから本当に本当にばっかり言ってる気がする。まあでもそれが普通よね。おかしいんです、最近のみんな自分も含め。しめさらさんやめといた方がいいです。しめさらさん大好きですけど、でもしめさらさんに話すと元気になります。そっかじゃあいっかって感じで元気になれる。シャーピさんとお話ししたら、ああそっかーって、あなんかすごいなんか納得って感じ。確かに相談待ってます。相談、いやじゃあ私も待ってますよ。みんなの相談も乗りたいし、お互いじゃあ相談し合いっこしましょうか、お話し会で。でもみんな悩んでるよね、いろいろきっと。アイドルでも学生でも社会人でもみんな悩みはあると思います。超当たり前のことだけど、だからさ、うわアイドル辛いなって思ってさ、辛いな、じゃあやっぱりやめて普通の生活に戻ろっかなって思っても、多分戻ったら戻ったでまた他の辛いことがあってよね。結局何をしても辛いことはありますね。誰に向けて言ってるんだろうこんなこと。恥ずかしい、なんか語っちゃった。確かに悩むからこそ人は成長する。確かにその通り。悩みないよ。素晴らしいと思う、それは本当にめっちゃいいと思う。悩みないってすごいことだと思う。悩みないってそれだけポジティブシンキングってことじゃないですかね。だね、ポジティブシンキングで悪いことってないよね絶対。より結構ネガティブになりがちなんですよ。
でも結構本当にもう沈んでる時ってさ、配信する気も出てこないじゃないですか。だから今は元気悩みがない人は欲がない人。そうなの？そうなんだ。欲ね。そっか。もう最近物欲がないんですよね。物欲がなくなりました。結構。TU 入ってから物欲あんまなくなったかも。でも食欲はやばいですけど物欲はなくなったかもしれないけど、食欲はやばいですはい、食欲はまだまだ。食欲なくなることないと思う。で物欲かなりなくなったけど食欲はなくなりませんでも矯正の装置つけた日は、あの上側もつけた日は本当に食欲なかった。なんか何食べても美味しくないやんって思ったけど、普通に次の日になったら割と慣れてきちゃって全然あの食欲湧いてきましたリエチ欲なくなりません。リエチ欲って何ですか？何を望んでるんですかね、本当にね、なんかてかシチュー入ってからの方が食欲やばい気がするんだけど、本当にいい加減にしてほしい。今ねお家にいるからさ、お家にいるからさ、なんかいろいろあの今までのものをねたくさん探ってたんだけど、なんか友達が作ってくれたあのうちわとか出てきた。やだー、ちょっとなんとかね、なんか見て、なんか嬉しいよねこういうの。ほらこれなんかちょレアかも、これレア配信だわこれとかね、これなんかいろいろなんか取れてるけど、こういうのとか。えって何歳、何年生きてきたの高校でってぐらいのあるんだけど、いっぱいこれちょっと取れちゃったけど、懐かしすぎてやばい、めっちゃ可愛い、好き、こういうのすごいよね。あら、かわいい。ディエ先輩、次はどこか行きましょう。大好き、かわいい先輩と仲良く幸せです。ディエ先輩とエスパが推し。かわいいわ。ほんと。こういうのなんか、好き。やばい、嬉しい。ちょっと探してこよう。懐かしいものがいっぱい。中学生の時も出てきました。中学生のやつもあったわ。中学生のやつ見てみよう。そうなんですよね。チアの発表会です。やばい。くん
見せていいんかな。そこないんか。これなんかアルバムみたいなね。こういうのとか。これなんかキラキラのうちわとか可愛すぎん。すごくない？これなんか回るやつ。すごーい。お友達がジェイの誕生日に作ってくれたんですよね。こうやって出てきます。こういう感じで、ここにしまってあるやつ。すごーい。こういう感じ。あ、こうやってポストポストからこうやって出てきた。すごーい。すごいよねこういうのね。これは中学生の時ですね。でもこれは多分中学校の時のやつ。中学生中1かな、中1ぐらいに友達がお誕生日で作ってくれたやつです。かな。だね。すごい。懐かしくない？こういうのね、流行ったよね。こういうアルバムみたいなやつね。家だからこそね、見つけられたもんです。お手紙とかもありますね。誰からのお手紙かな。すごい、ハッピーバースデー。 D 先輩って書いてあるから後輩の子からもらったやつかな。お手紙とかね、捨てられないの。私もそう、お手紙とか全部取っておいちゃう。こういうのも取っておいたんですよね。こういうのも取っておいた。結構お手紙ね、捨てられないです。かわいいお手紙。そう、こういうね、こういうファルターで送ってきてくれたらめっちゃ嬉しいなっていう。かわいいやつで。やばい、もうすべてが懐かしいです、本当に。ああ、こうなりました。すごい。3D みたいな。I'll be here to the sky みたいな。かわいい、誰からのお手紙だろう。ちょっとわかんない。これやばい。なんか授業中とかにやってたやつだわ。やばい、ちょっと待って。なんとこれ。すごいね、なんか懐かしいものがここに。全部ちっちゃなお手紙がここに入ってます。授業中とかに交換してたようなさ、ちっちゃなお手紙が入ってる。すごい、こういうの心が温まりますね。やばいね、ちょっと嬉しいです。でも作るの大好きだったんですよね、こういうの。これはこの前のインスタじゃないや、この前の X に上げたやつですね。でちゃんと、ちょっとなんか壊れちゃってるんだけど、チェーンもついててこうやってね、かかってました。かかってるやつですね。こ
これはなんか多分取れちゃってるもん、ほとんど。でもこれは体育祭で使った気がする。これは多分リエの友達が作ってくれたやつですね。本当は表もあるんだけど、表はちょっと見せらんない。これもリエ、これは文化祭でチアの発表があった時に友達が作れてくれたやつだと思う。これは多分あれですね、なんだろう、これ体育祭かなな気がする。赤と白だったんですよね。懐かしいですね、本当に。卒アルとかもあるんだけど、小学校の卒アルで何て意味だったっけ、 AD6 年何て意味だったっけな。これなんて書いてる、待って、自分の名前を探せ。あれ、リエって本当に何組だったんだろう。自分の名前が一向に探せないんですけど、ちっちゃい頃の写真とかもなんか集めたんですよね。あった、でもこれ他の子のやつも絶対写っちゃうわ。なんか将来の夢とかさ書いてるやつないの。私は6年何組ですか。1組だった気がするんだけど、リエ でもいない。はーはーひーふーえふーえ、じゃあ違うか。えリエって何組？じゃあ2組かな。あ、2組ですね。2組だ。2組でした。6年2組だったらしい。では D が6年間で一番心に残っているのは5年生の時に行った林間学校です。
林間学校が一番残ったらしいです、心に。6年2組の好きなアニメランキング、1位進撃の巨人、2位コナン、3位ドラえもん好きなディズニーの乗り物ランキング、1位ビッグサンダーマウンテン、2位スプラッシュマウンテン、3位ザ・スモールワールド。あ、これ D が担当してるらしい。待って、これなんか書いたことあるかも。確かに書いたかもしれない、なんか懐かしい。これ見せて大丈夫かよね。あ、もういいか。あ、いいよね、どうにでもなれ。これ D が書いたらしいです、ランキング作り。懐かしい、こういうのプロフィールガチャ。無人島に持っていくもの一つ、 GPS。 よくわかんない D は自分がなりたいものになれるなら天才になりたいらしいです6年2組みんなで行くなら D はハワイに行きたいらしい。え、絶対嫌なんですけど絶対嫌でしょ、みんなでハワイとか絶対嫌ですねでも懐かしい、なんか。面白いね、なんかこういうの。なるほど面白かったです、いいね。家っていいですね、やっぱりじゃあそろそろ配信終わりにしようかな ね面白かった、本当に。いいですね、ちょっとまたこういうのも、やっぱ家だからね、できることよね。はい、こういうのとかもういつか誰かにプレゼントしてます。それプレゼントしたいえ、 STU はこういううちわ作るのはダメなんですか、こういうなんかわさわさみたいなやつ作るのは禁止なんですかね。かわいいのに、こういうの友達が作ってくれたんですけど、かわいい。いいですね。これは本当一番写真作ったやつじゃない、高校の時の、高校1年生の時の体育祭で、Dは赤だったんで、体が、その体育祭の時のクラスのみんなで赤で作りましたね。DってDってかわいい。いいですね、なんか
めっちゃいい、本当に。いろいろある。いっぱいありますから、ほら。いっぱいあります。お疲れーち。嬉しいよね、こういうの大好き。よいしょ。待って、エスパのペンダとかあった。うちが大好きなエスパのペンダイトですね。エスパっていう韓国アイドルなんですけど、女の子のペンダイト。でも電気がつかないわ。電気入ってないけど、めっちゃ可愛い。エスパ。韓国のやつはペンライトなんですよね。なんかサイリウムがね、なんか不思議に感じます。こういうやつです。本当はなんか電気がついて光る。あ、そうそうそう、こうやってなんか電池があるんですけど、ここに入れて、お、つきました。そう、こういう感じで、そう、ね、お宝物がいっぱいあります。こうやっていろいろ光るんですよ。こっち邪魔だね。こういう感じで。めっちゃ可愛いでしょ。100均で買ったやつです。使ってた。なんか買ってみようと思って。このお宝グッズみたいなやつ。すごいでしょ。こういう感じです。エスパーって書いてあって。こういうの。これ映画好きなエスパーって。ニンニンちゃんって子がめっちゃ好きでした。でもみんな好きにやってた気がする。光らせ方は3段階ぐらいありました。早く。確かに夜道安全。確かにこれ持ってたら夜道安全ですね。こういう感じ。猫ちゃん。これかわいい。やっぱかわいい。好きだわ。今日エスパのカラー。伝わりますか。かわいいです。かわいいでしょこれ。めっちゃ。エスパのペンライト、ここにほら名前が入ってるんですよね、メンバーの。リエが好きなのはニンニンちゃんなんですけど、これニンニンだったらここに上に入ってますね。ニンニンって実は名前が彫ってある。かわいい。楽しい。ブロー出てきた。トワイスのやつとかいた。出てきましたね。これは FC 限定のうちわです。多分赤だから。すごい懐かしい。こういうのトワイスのももちゃんが一番最初に好きになった韓国のアイドルなんですよ。ももちゃんのうちわがいっぱいある。これついちゃんですね。ついちゃんはハイタッチしました。ケヨンちゃん、レオンちゃんもハイタッチしました。いや
ばい、なんかいっぱいあるね、意外と。楽しい、いろいろあって。缶バッジとかも集めてたな、わざわざカバーをつけてそう、結構ね缶バッジとか買ってました。このモモリンめっちゃ可愛い、可愛い、これこれも可愛いわ。全部カバーをつけてます。こういうなんか雨に濡れても大丈夫なようにこうやってカバーをつけてます。だからずっと綺麗な状態で保存されてます。やっぱグッズはね綺麗に保存しないとね。これみなちゃんですね。一時期ねみなちゃんも大好きで、ちゃんとカバー必須です。あーすごい、ちょっとレアなやつが出てきた。あと銀手も出てきましたね。これはエスパーですね。エスパーの銀手、ライブの時にパーンって出てくるやつ。アリーナだったんですよね、行った時。横ピアアリかな、ピアアリでやってて、銀手ね、銀手もあります。嬉しかった、すごい。なんかちゃんとメッセージが、シンクかわいい、最高に楽しい時間を、ありがとう。またおね、カリナ。これ見ない書いてあるんですか。ではニンニンさんが、名前が入ってて、ライブの名前とアーティストの名前。これも FC 限定のやつです。この赤のやつは多分 FC 限定なんですよ。ゲットしました。K-POP 好きです。これなんだっけ、これいろんなアイドルのやつですね。 TWICE 以外にもいっぱいあるやつ。懐かしい今めっちゃやばい、懐かしいやつが出てきた。あとTWICEのやつ、これはファンクラブの会員特典みたいなやつです。懐かしい。これも会員カードとピンバッジが付いてきました。かわいい。こういう特典があると嬉しいよね。会員カードとか結構嬉しくないですか。 STU のファンクラブどんな感じなんだろう、全然知らないんだけど。 STU のファンクラブなんかこういうのあるんですか。会員カードとか、 なんか特典とかあったら素敵よね。こういうのがあったりします。こんな感じでした。ジェイツのお家のお宝はこんなものが実はありましたね、あったら嬉しいよね、そういうのね。作ってもいいんじゃないでしょうか。そういうのも嬉しいよね、あったら本当に。
そういうのでファンが増えたりしたらね、そういうとこ見習ってこうねって感じだよね。運営さんに言ってください。いやいや、3期生にそんな権力ないですよ。もう皆さんが言ってくれないと。3期生の声なんか届きませんからね。これは解体しないといけない。解体します。4番狙いね、腰狙いで。そういうのもあったら素敵だなと思います。よいしょ。じゃあ壇上見ます。それでは14位、13位マシンガンさん、ありがとうございます。12位りょうがさん、ありがとう。11位トウモロコシさん、ありがとう。10位ジェ中野さん、ありがとう。9位イスケマシンさん、ありがとう。8位ヤンシゲイキさん、ありがとう。7位高山さん、ありがとう。6位ダイちゃんさん、ありがとう。5位マモちゃんさん、ありがとう。4位マサピョンさん、ありがとう。3位クマネココさん、ありがとう。2位マッツさん、そして1位はルパンさんでした。ありがとうございました。ちょっとバズる投稿してなかったわ。おやすみなさい。ありがとう。バイバーイ。